帰ってきました。見てください、アキイカ10杯釣ってきました。9か細かいな。厳密にもできる。ししゃごにすると10でもいいんでしょうけど。ちょっとそれ変わって。ちょっとそれ貸して。ちょっとそれ貸して。これ取っといて、これ使おう明日。それ取っといて。ちょっと貸して。あ、これ明日使う。でちょっと貸してって言って貸して見せたら、だいたい木村のイカはどれにしようかね。あ、でっかいイカさばこうか。木村さんね、ほら、これ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 あるじゃない。ねえ、でかかったよね。これちょ、目方これでどんくらいと思う。いや、400と思う。これ抜けて400になったとか、そんな感じだと思うけど、ちょっとちゃんとこう鍛えていこう。あれば、でもすぐ500ありそうやけど。俺400だと思う。500! すげえ。じゃあ 5.5 ぐらいあったんだろうね。すげえすげえ。俺ちょっと今ちょっと見てよね。今感動したわ自分に。それでは、はい、本日もう一回言うね。イカのフルコースを作っていきたいと思います。イカ刺し、イカ卵を、まあカズさんがた、ね、あんま食べたことないからアオリイカフルコースですね、はいはい、イカ刺し、イカ卵を、イカ天、イカのバター焼き、はい、以上です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちゃっちゃかさばいていきますよ、はい、うわぁ、これまだ今刺身食うと超うまいよ。ないやろ、透明やもんだって。うまいよ、やっぱ完全に。あ、動いた。おう、ビクンってなるよ、ほら。あ、これ今うまいよ。今うまい。イカスミやばいな。で、イカの醤油漬けてるも。生きてる。まだまだ生きてますよ。お、カズさんもお仕事が。イカの醤油漬け天も作ります。はい、醤油。この刺身は美味しいよ今。うん、なんなら待ってる間、お、何しますか。ランク上げしてよかな。よかですばい。ランク上げしてよかな。好きにやっちゃってくださいよ。シャープマーカーバー買っとってください。まあ、A プラまで行っとくんで。はい、A プラまで。ニンニク、生姜。はい、今日接待するやつね。接待するやつね。スラストだけかった。もう6年かかった。豆板醤6年かかってしまった。動きもほら、ビクンって動く。すごい、ほら、ビクンって動く。ビクンって。じゃあ、うわ、マジすごいね。ビクンビクンなる。これ綺麗やけん、刺身やな。いつも一発やろ。ね、取ったらすぐ分かるね。じゃあちょっと 500g の時間をください。これ500?お、500やけん刺身にしようと思ったら500のやつやなかった。あ、でももう次これも身が生きとるよ、まだビクビクなるよ。うわ、びっしんびっしん。ちょっとさ、あのちょっとおしゃれについてあれ取ってくれ。頭とか取って。ちょっと綺麗すぎるけど、うん、いいですね。スプラップ見しながら待ってる人にイカを食べてもらう。ちっちゃく目でやってんだ。ナイスナイス。3、2、1。あー、いいですね。呼ぶ子。呼ぶ子はでもヤリイカやけどね。あ、でもヤリイカ1匹、アオリ1匹で。あ、できるの。いや、出る時もあの、あ、そうなんだ。作の時はそうなる。へー、ちゃんとお店でも出てますよ、このサイズ。このくらいのやつ、普通に1700円とか1800円するけどね。味で高いね、水イカはね。うん、あ、水イカって表示か、ね、そうかそうか。
うぇーい、まだ透明剣ね。半池作り、よいしょ、これ天ぷら、あ、混ぜるよ、なんでもいいよ。天ぷらをするときですね、表面にあのシュッシュッシュッって刺身の時みたいに切り込み入れると弾かない。いや、弾くかも。生きとったらあと大変けどね。刺身と天ぷらとガランゴとバター焼き、刺身と天ぷらだけでもいいかもね、これだけ、ね、なんか勝手なイメージだけど、イカバターが少しもったいない気がすると新鮮すぎて、はい、何のネギよこれ。もう あちらのお客さん食べさせようか、順々に、そうね、ね、それでもいいかもね。でもコース料理は苦手って言うんだけど、ちょいちょい出てくるコース料理苦手って言うんだけど、これも、これも提供が早ければ早いほど美味しさは埋まるほど感動。イカ忍者って売ってるんすか？売ってますよ、はい、あ、日による、じゃあお客様に出してきます。マジっすか？こちらイカ刺しこちらイカ刺しになります。ほんとイカ忍者売ってた、初めてイカ忍者売ってた。イカ忍者これ顔、いや、ありがとうございます。今すごくした、イカ忍者だうわー、ここ行ってよかった。はい、お客様、本当ですか？自分で釣ったイカ刺しです。これ福岡で3000円とかで出てくるやつ。5000円ですわ。5000円ですかこれえ、めっちゃ綺麗よ。温かいうちにお召し上がりください。いいですか？鉄板熱くなってますので注意してください。はい、油跳ねますので。熱っ熱っつ、では、いただきます。はい、ほら見てください、ほらこの、ね、ほらちゃんと斜めの線もね、ちょっと荒く入ってますんでね、ちょっといただきますね。この肉厚、ちょっと美味しいですか？じゃあこう見て、ほら、うわ、見て見て、これまだ動いてますからね、これ何これ。え、こんなに皮膚動かせんの？うん、なんか模様が動きますもんね、ほんと。そうそうそう、何これ。イカですへへへ大満足みたいよ。満足橋が、橋が止まらんみたいよ。これは何倍釣ってもいいね。そうでしょ。うまいくら取る？カズさんから。5000円。天ぷらも。天ぷら揚げてます。今この醤油漬物、漬けたやつも。漬けも。あとイカ卵黄も食べてほしいから。ちょっとゲソがちなさい。あ、ゲソ。動画撮ってる。じゃあ先行ってくる。パンが、パンに詰まった。あ、やばいか。あ、それも天ぷらにしよう。あの、肝、ね、肝ね、肝ね、イカスミを、ちょっちょっとうまいね。うまいでしょ。ちょっとこれうまいね。お客様、厨房には入っても大丈夫。管理衛生所、これお客様厳しいね。シェフを呼べじゃなくて、もうすげーちゃんと見えんだと思ってシェフを呼べ、ね、シェフはどこだってきたの。あ、この下に落ちてるのなんかもったいなくなってこの足。あ、ちゃんとしますよ。お客様、はい、素人は黙っててください。こちらイカ天となっております。どうぞそのままお召し上がりください。はい、ちょっといただきますね、これいただきます。うまいか？うまいでしょうに。これなんか普通のイカ天と違うね。美味しいでしょ。うまい。
なる身がしっかりしてるっていうか、うん、そうですね、某うどん屋さんでよくイカ天とか、うん、食べるんやけどさ、全然身のなんか引き締まり方が違う、これ、うん、某うどん屋さんと比べられたら困りますわ昔確か無人島行った時に、うん、キムさんが釣った、うん、ちっちゃいイカを天ぷらにしたりとかで終わったんですよ、一瞬であれから5年、あれから5年が経ち、こんなに身がプリプリしたやつを釣るようになりましたね。ねえ、まだあるんか。まだまだあります。まだまだ。このつけたやつを天ぷら。そうです。漬け天を今しております。漬け天ちょっと気になるな、これね。いや、これちゃんと、うん、ちゃんとお店で出せるレベルでしょいや、お店のいいとこのやつだね。カツイカみたいな書いてある。お店が超えたいや、お店超えてるでしょ。だって釣りたてやもんね。うん、こうやっても買って、やっぱ身が違うわ、身が、うん、本当に。お客様お客様、座ってってください。お客様、この耳の干しがまたいいね。そうでしょ。お客様、肝点と耳点です。向かって左側です、はい、これが肝ですね。はい、これが耳、ね、実はですね、はい、明日ちょうど東京の釣り岡居酒屋に、はい、私行く予定ございまして、こういうのが出るんですかね、コースメニュー。こういうのが出てくるかもわかんないし、こんな珍味が出てくるポイントだ、ね、うん、ただここは釣りたてだから ね、鮮度で言うとここの居酒屋が一番だよね味で言うとね。あ、またコリコリと、うん、食感が違いますもんね、耳は。いや、これいいね。うまい。これです、これ。これなんですか。それが肝、イカの肝です。肝、新鮮やけん食べれる部分で。肝、肝なんですよ。え、大丈夫なの。大丈夫です。え、トミックさんが肝を食べてはいけない理由みたいな、よくなんか別の肝じゃない大丈夫なやつ。大丈夫です。いただきます。はい、気になるなら、私がプロンっていくんで、はい、熱いですよ、大丈夫ですかうわ、クリーミー。うーん、あとこの周りの肉質も違うよね。うん、違いますね。これ売れるよこれはそれ売りに出せないんですよ。新鮮なやつしか食えなくて。新鮮じゃないと食えないから。そうなの。うん、もう釣りたてだから食える漁師の特権ってやつですよ。いや、これ売れるよてか、これがね、本当に、うん、イカ耳もコリコリで、本当に人生で一番美味しいイカ天が、うん、まさかここで出てくるとは。一番。はい、お客様。お、はい、我が社、今日初めて開発しました醤油漬けイカ天、見事失敗しました。どういうことですかなんか、めちゃくちゃだなと思って。これ、福井県でいう、なんか、はい、ソースカツ丼とみたいな感じですかね、これ。この衣がいっぱい乗ってるやつ、うん、お客様、お客様、はい、イカ卵黄でございます。お、どんどん出てきた。お醤油をかけてお楽しみください。はい、わかりました。はい、それらも食おう。ここも食べ放題の店なんかよ、これ頼まないでも勝手に出てくる。お客様、お隣失礼して。いただきます。マスター、うん、はい、美味しいでしょ。まあまあ成功してますよ。成功してます。ちゃんと成功してますよ、うん、いただきます。うまい。香ばしくてうめえ。うめえ、うめえ、うめえ、うん、うめえ。よいしょー。いやー、この中で酒のつまみ優勝したの、確かに。これ酒のつまみ優勝。あ、どう？めっちゃうまい。うまい。これ今、明日から出すか、うんうん、ね、出すか、これ。カズさん、これ混ぜて、グリグリって混ぜて、これいい感じ。カズさんが全部食べるじゃん。グリグリって混ぜて食うと伝説の釣り人の特権、うん、釣りたてイカ卵黄でもこれいただいちゃっていいんですか、自分も。そう、全部ドラリンと
やば、今日の昼ご飯最高やわ。うん、イカ刺しうめえ。いただきます、いただきます。うまいでしょ。卵黄の前説のイカ卵黄。はいね、これちょっと横から失礼してお客様お客様の横から失礼してこれうまいね。これを食べて痩せていくとね、うん、ねイカダイエットでも脂質揚げ物はダメって言ってたから、うん、うまーうまっ。このフルコースで何イカ使ったのこれ。2イカ3イカ3イカ。これがあと3人前用意できます。釣ったね今日。ということで、はい、カズさんとイカ爆笑、イカのフルコースでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。東京新宿で釣り岡居酒屋やってますので、はい、ぜひ予約して遊びに行ってください。はいはい、グッズも、はい、販売とプレゼントもあります。これがプレゼントで、うん、あとは、はい、販売してるのでぜひ遊びに行ってください。はい、さよなら、バイバイ。